今回の舞姫大学特別講義なんですけども私のバックグラウンドで流れてる南海トラフのこの動画でこういったシミュレーション皆さんも見かけたことがあるんじゃないかなと思います近年南海トラフというねとてつもない巨大地震がこの日本を襲って今まで私たちが知りうるまあ東日本大震災とかね阪神・淡路大震災これまとめて 銃をかけて一気にねこの日本にドカーンと突撃してくるような巨大災害が来ますよっていうふうなことが懸念されています私はここに2つの危機感を感じてるんですよそれが今日の私のこの特別講義の内容になっていますまあ危機感の一つは当然ですけどもこの南海ドラフがねドカーンとやってきたらこの日本どうなっちゃうんだろうか当面私たちの暮らしはどういうふうになるんだろうかってことですね まあここに関しましてはね、様々な危険が予測されるわけなんですけども、私たち個人でできることっていうのは、食料や水の備蓄、電池の備蓄、こういったことに限られるんじゃないかなと思います。まあ、そもそも南海トラフが来ますよっていうのは、一部の研究者が言ってることだけであってね、私たち個人で確かめるすべってのはないわけですよ。だから南海トラフが来ますよっていうこと自体が嘘である可能性があるんですよね。これがそのまま、 今回の私の二つ目の懸念になります。ここまでをまとめますよ。南海トラフに対しての私の二つの懸念ってのは、南海トラフが実際に起きた時に日本は対処できるだろうか、私たち個人は対処できるだろうかっていう通常の危機感です。これに対しては、毎月月収の100分の1をこういった災害対策に振り当てることによって、少しは準備ができるかなと思います。月収の100分の1というと、 月収20万の人が2万ではなくて2000円です。2000円でできる災害対策っていうのは、例えばペットボトルの2リットルの水、1ケース6本入り、こういったものをいくつか買っておく。これで2000円でできることですからね。それから電池の備蓄。これも2000円で結構な量できるでしょう。うその他 USB の太陽光パネル、充電器。こういったものも買えるかもしれませんし、 もし必要ならば、毎月の2000円を3、4ヶ月積み立てて、まとまった金額にして商品を買うってこともあり得るかもしれません。何にしても月収の100分の1を災害対策に当てるのはどうかってことですね。こうやって対処するで南海トラフが実際に起きた時の対処ってのは、まあ、このぐらいしかできないと思います。うん。だからこのぐらいはしておきましょうってことですよね。で、二つ目の懸念っていうのはね、南海トラフが来ますよっていうニュース自体が、 嘘であるってことです。なんでこんな嘘をつくかっていうと、それはビジネスのためですよね。地震が来るぞ、地震が来るぞって言って、それを言うだけで地震関連の商品、災害対策の商品が売れるわけですよ。防災セミナーだって人が来るでしょ。もちろん防災意識は必要なんでね。それが花からインチキだというつもりはありませんけども、南海トラフが来る来ないってのは私たちには確かめようがないわけですよ。 だから、ノストラダムスの大予言みたいなもんなんですよ。この地球に悪魔が降りてきて地球を滅ぼすぞーっていうふうにね、長い間私たち日本人は信じてましたけども、でも実際にどうでしょうか今、ノストラダムスの大予言のあれだけバカ売れしたベストセラーの予言書、それを解析した五島弁さんの本ね、後藤弁さんですかね。あの本がもう書店に並ぶことはないですよね。むしろ懐かしい デマシリーズみたたいなんで特集されたりしますまあそういうふうに南海トラフも30年以内に80%の確率って言いますけどもこれもねすごく妙な言い方ですよねだって2割の可能性で来ないわけでしょ実際にそれが起きなくても責任を取る人はいないわけですよでもこの南海トラフっていうインパクトっていうのはものすごく大きくってね、うん、例えば 核戦争が起きますよっていうふうに煽るだけで核シェルターが売れたりするわけですよ、ね。日本にも核シェルター、地下核シェルター、個人用のやつを売る会社がありますけども、ロシアがウクライナに侵攻した際、私はね、こういった核シェルターを紹介している動画を何本か撮ったんですけども、アクセスはぐっと高まりましたね。で、核シェルターを販売する会社の問い合わせもぐっとね、普段の100倍以上になったらしいです。 まあこういうふうに危機をあることによって人は行動しやすいっていう心理を使ったこの南海トラフ地震が来ますよっていうのはうがった見方をすると何らかのね陰謀なんではないかなって考えることもできますね。はいということでね今回は災害対策のメッセージに対して起きたらどうしようっていうこととそれは何か仕組まれたもんじゃないのっていうふうに2つの面から考えていくことによってまあ冷静にね 最初分析していこうかなという、そんな動画になりました。皆さんはこの南海トラフ、どのようにお感じでしょうかそれでは今回は以上です。お疲れ様です。